皆さんこんにちは、ジャズギターリストの女性です。今回の動画はですね、ジャズギター定番のエンディングフレーズ、これをですね、2つのグループに分けて、レクチャーさせていただきたいと思います。はい、エンディングフレーズといってもですね、まずはそのエンディングを迎えるにあたって、まあ、ほとんどのスタンダードナンバーですね、ジャズのスタンダードナンバーにおいて、まあ、エンディングを迎えるためにですね、エンディングのコードパターンというのがあります。で、これを今ここにちょっと挙げておきますね。で、大体のパターンとしては逆順のコード進行のパターンですね。この場合でいくと Gm7th1小節、C7th1小節、Am7th7th、それぞれ1小節ずつを、まあ、何回か繰り返して下の段に行くという形になりますね。で、今回の動画はですね、下の小節の部分ですね、 Gm7th1小節ずつ、この部分っていうのを着目してですね、この部分をエンディングフレーズ A としてですね、まあ、いわゆる A グループとして、そして次の F6、 この部分をエンディングフレーズのグループ、まあ、B グループとして考えていきたいと思います。逆順に関してはですね、今回は割愛させていただきます。で、早速なんですけども、そのエンディンググループ A ですね、 A グループのフレーズというのをまずはやってみたいと思います。どうですかね。一番重要なのはキーが F の場合、 F で終わることが非常に多いです。なのでこの F の音に向かってフレーズを作っていくということが一つ、頭にあります。ファですね。あといくつか立て続けにちょっと弾いてみたいと思います。このようにですね、まあファにね、ファの音に落ち着くといってもいろんなフレーズの種類があって、まあ、最後弾いたやつなんていうのはちょっとブルージーだったりするし、いろいろこうフレーズはたくさんあるんです。でこれはほんの一例でしかないんですけども、基本的にはそのファの音に向かうということが大切になってきます。はい、それでですね、ファの音に向かうといってもですね、じゃあまあこうフレーズをね、いっぱいこうストックして自分で作っていくのかっていうのもなかなか大変な部分もあると思います。まあ慣れてきてしまえばある程度自分で作ることも可能なんですけども、まあある意味一番手っ取り早いというのはですね、既存のジャズのスタンダードナンバーですねからちょっとこう引用してですね、オールオブミーとかね、オールザシングスユアとか、そういうのをちょっとそのエンディングのフレーズっていうのを利用してそのまんまちょっと使ってみようかと思います。ちょっと聞いてみてください。最初オールオブミー風ですね。こうですね。ワン、ツー、スリー、フォー。次がオールザシングスユア風ですね。もう一回いってみます。ベル風ですね。どうですかね。こういう風にですね、まあ既存のスタンダードナンバーから
フレーズをちょっと拝借して引用してですね弾いてみるのもありです。一番重要なのは一つ覚えたものをもう何度も何度も、同じもう場面でね弾き倒してください。で違う曲で同じエンディングやったとしても意外とですね、気がつかれないですし、自分の中にしっかりとこうなんていうんですかね、フレーズを覚え込ませるという意味ですごく大切ですし、意外とね周りは気がついてないです。あの 2,3 回ですね、例えば All of Me で、エンディング、このエンディングですね、一つ覚えたフレーズを使って次じゃあ All the Things You Are でもこれ使ったとしても意外とわからないので、まずは自分で必ずそのファの音に着地できるように、っていうことがすごく大切になってくるかと思いますね。はい、ではいよいよですね、次は B グループということで、 B グループはですね、まず最初に、2小節今までやった A グループのフレーズを、まあ、1つ引用して、弾いて、その後、F に落ち着いてから B グループのフレーズを新たに弾いてみたいと思います。1,2,3,4 で次もいってみますね。1,2,3,4 で今のフレーズはこう、このフレーズですね。これ1オクターブちょっと変わってるだけなんで、なんぞやというとですね、これはですね単純に F に向かって E フラットのトライアードを E のトライアードで F に向かってるという、でこれの今まあ私はちょっとね、トニックは弾いておりません。でそれをちょっとこうリズミックにっていう形に弾いておりますね。高い方も一緒になります。E フラットのトライアード3度と5度になりますね。でこれが E のトライアードの3度の音と、まあ、5度の音、そして F の3度と5度、そしてまあ基本的には全部小指でファの音を鳴らしているというところが一つポイントになりますね。もうこれをねこのまんまもう覚えていただくというのが一つポイントですね。あと2つぐらいですね。 1,2,3,4 どうですかね、今のフレーズっていうのは、まあコードのトライアードが動いているという形になりますね。 F、まあ、トライアード、ファのトライアード、まあ、Gマイナーのトライアード、まあこれは C7 スで F に向かっているという形になりますね。 F のトライアード、 Gマイナーのトライアード、 C7 スのトライアードで F に落ちたという感じになっておりますね。でこのように必ず F に落ちているというパターンがすごく多いので、この B グループも侮れません。で最後に、もう一つちょっとこれはテンポをね緩めていくような感じなんですけど、あともう一つやりますね。 1,2,3,4 これはもうねまんまそのコードを使ってエンディングで終わってるという形ですね。この B フラットメジャー Am7th G マイナー F メジャー、まあ、ダイアトニックコードのヨドメジャーから綺麗に落ちているという形になりますね。でその他このまあ F に落ち着いたこの B グループに関してはいろいろと、エンディングのそのコードから導き出すことがまあ割と、たくさんあるので、コード進行を作ってしまえば必ず F に落ちるようなコード進行を作ってしまえば、割と自由は効いてくるかと思います。でですね次回の動画でですねこのコードを使ったエンディングの方法ですね、これと A グループと B グループ、
これをですね利用して、エンディングフレーズ、まあ完結編じゃないですけどね、それを、次回の動画で少しまとめてみたいと思いますので、今回はですねエンディングフレーズ A グループ B グループということで、まあ、まずグループ分けをして、各それぞれのフレーズっていうのをご紹介させていただきました。このねアイデア、この動画がですね気に入っていただけたらば、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ジャズギタリストの乗船でございました。ではまた。